最も典型的な船を、船型の輪筋横、正面、上から、金魚すくいの金魚や、餌用金魚などで、最も数多く生産されている金魚3つをのさらさ、ンワキンは、金魚の原点と言える品種で、日本に最初にトライした。フナが変異してそのまま固定された品種であり、船に似ている流線型の魚体が特色である。丈夫で大きい個体では、 体長が2 0トル程度になる。ゴルフ場の池の清掃の際発見された5 0トル長の個体が雑誌、太陽で紹介されたこともある。そのような大型の個体の場合は、水槽外は向かないため、ペットショップなどでは、和ンに関しては、池いを進めるところもある。入手が容易で、多くのペットショップや観賞魚店、金魚すくいで見る機会が多い。 また飼育の簡単さと値段の安さから他の大型魚や肉食ペットの生き絵としても用いられる。また、原種に近いため気性が荒く産卵期のメスへの追尾行動でメスを重症化させたり、おとなしい他の品種の金魚や大きさの違う個体を同じ水槽で飼うと弱い個体を執要に突き回すなど大きなストレスやダメージを与えることもある。その場合はセパレーターで分けるか、 複数の水槽で分けて買った方が良い。中国で進むの時代に、船の突然変異である赤い船が発見され、その後、日船の持つ船尾から3つ尾や4つ尾のいわゆる開きを持つ個体が突然変異で現れ、それが和金となった。日本には室町時代に来た種類で、中国では金魚の名であったが、江戸時代に日本に次々に入ってきた他の金魚と区別するために、 日本に最初に来たので和菌となった。今ではこの和菌をもとに多くの品種改良が行われ多数の品種が作出されている。そのため海外では金魚の基本型としてコモンゴールドフィッシュの英名が付けられている。1935年には日本の松井義和博士が食用和菌の開発に成功した。体型はほぼヒブナと同じだが 尾びれが普通の船尾から、三つ尾や四つ尾のものまであり、体色も様々で、普通の赤や紅白、白色のものなどがある。紅白の体色を持つ三つ尾の個体は効果で取引される場合がある。体格による呼び名は、小さいものから、小赤、別か、昭和金、姉金などとなる。ありがとうございます。